徹子の部屋の始まり始まりなのだ。今夜は少し肌寒いですが、何のその。徹子の部屋の始まりなのだ。ミュージックスタートなのだ。8分の3教室は8分から3つ入るということである。8分の6教室ということは大きく2拍子で来るという意味でござる。毎日でことのトレミファチビクラ散歩、別名今夜は広瀬すずだ。子守歌をお届けいたしましたのだ。毎日絶好調のドレミファチビクラ散歩、ドビュッシーからブルグミュラ、打ち上げ花火に祭り、いろんな曲を弾いています。ピアノ演奏のことならぜひお任せくださいな。それでは、一句。雨降って、滑って転んでおいた金。雨が止むと出るのは何だ。答えは、虹。ブラーン。前向き、ポジティブ。できるよ言葉。励まして子供たちはレッスンに来るのが楽しくなる。勇気づけて伸ばすのが一番でござる。先生も子供たちと同じヘアピンで今日も止めてみました。それでは、子供たちの可能性は無限大です。褒め方、励まし方、これもとっても大切になってきます。人に好かれる話し方、伝え方、誰でも欠点やミスがあるのですが、それをどう修正すればよいのか考えさせるピアノレッスンで、どのよう
ように曲をイメージすればよいのか、テキストの絵やイラストから考えさせることも大切になってまいります。あら、この曲ってとっても楽しそうね。何をしているのかな、といった問いかけや指番号に調整、フラットシャープなど、ゆっくりゆっくり書くこと、読譜力アップも書くことです。一緒にドレミの音名で歌う、一緒に書いてみる、これで読譜力もアップします。それでは、どんどん変記号が難しいとお悩みの方は一緒に書きましょう。変記号の1、ドレミの1もちゃんと理解できるようになります。それではまた。